うわーなんだどういう展開これ なんだあ光がうわえ何誰これじいさんあこれおじいではうう宇宙人だちょっと郵便来たんだけどいいタイミングではい戻ってまいりましたさあ続き読んでいきましょう嘘く来るな来るなエイジさん逃げるよ逃げようえアブダクトされてミューティレートされてインプラントされちゃうんだからいやわからんわからん何それな何のことかよくわからないけど大変な目に遭いそうなのはわかる逃げるよついてきてはいふう光も見えなくなったしここまで来れば大丈夫かなはあ大丈夫大丈夫ないあはい少し休めばうんちょっと休んだ方がえま、また先回りされたんだ先回りとかあるのそんなじっとしててえそれえエイジさんエイジさん君そんなパワーあります？テニプリのキャラの中でもそんなになんか体格がいい方じゃなかった気がするけどいやーちょっと意外なところ見せてくんなよときめくじゃねえか喋っちゃダメ下噛んじゃうぞけど大丈夫俺体力つけたから大丈夫そういう問題じゃなくて飛ばすよひゃっいやまあ主人公軽そうだしななんとかなるんでしょう小柄だったしなうわまた先回りエイジさん下ろしてくださいもう大丈夫ですからまだダメ君の心臓まだバクバクいってるぞいやそれは違うんだそういう意味でバクバク言ってるんじゃないんだそりゃこんな状態じゃ行くよあっちだ無視スルーされていくあエイジさん道が開けてきましたようんもう少しだあっちに見える光合宿所の光ですよ確かあの先には吊り橋が吊り橋さえ渡れば合宿所だよしもう一息吊り橋ってあれかいつも本来だとこう待ち合わせ場所にされてるあの釣り橋だねおなじみのダメだーキャー終わったー宇宙人かっこでっかいやつも来てしまった落ち着くんじゃまったく世話が焼けるのいやおじいだよこれほーれきっと先輩決まるあ、龍崎先生かもう一個榊監督かと思ったわ普通にこの声龍崎先生むちゃの血すぎじゃんお前さんたちいや龍崎先生じゃあんな変な登場の仕方しないでよ慌てもんじゃの六角のおじい一体何がどうなってまあこれ以上隠すわけにもいかんじゃろ説明してやるよわあお願いしますわかりやすくお願いします説明って要するに全部芝居じゃったということいや簡潔にわかりやすく一言でまとめられたな芝居全部ってどこからどこまで
船が座礁したところからじゃよ。え？なんだよそれ。なんでそんなことを。この合宿の危機感を本物にするためじゃ。じゃから手塚や跡部にも手伝ってもらった。手塚さんと跡部さんもグルだったのかよ。どうりで手塚の態度が変だと思った。そうなんだよな。途中から明らかの人おかしくなるんだよ。お前たちがあんな無茶をしなければもう少し続ける予定じゃったんだがの。させん。無茶って？やっぱり気づいとらんかったか。むやみに夜の森の中を走り回るんじゃないわい。宇宙人だと思ってたからさ。もう少しで崖に落ちるところじゃったぞ。あ、それはやばいわ。え、崖に？あたしらがヘリコプターで誘導してやらんかったら崖まで真っ逆さまだったんだよ。それはやばいわ。ヘリコプター？はあ、もしかして UFO だと思ってたのは。いや、間違えないでしょ。それヘリコプターと UFO 間違えんだろう。音がするでしょ。音がヘリコプターじゃよ。ヘリコプターじゃよ。かわいいおじい。じゃあ、あの時の宇宙人は。いや、おじいでしょ。宇宙人？わしが宇宙人に見えたのか。なんで逃げるのかと。け、あれおじい？けどヘリだなんて全然わからなかった。あ、音しなかったんだ。だって音もしないし。あ、そりゃわからんわ。最新型のステルスヘリじゃ。当然じゃない。都合がいいよ。それはそんなのあるの実際。この先の吊り橋も落ちておっての。あ、そうなんだ。ダメじゃん。あ、危なかった。まあ無事でよかったわい。それと意外とちょっと危なかったんだね。思ってたより結構危険だったんだね。あ、はい。あんたには悪いことしたね。計画ではあんたと友達は私たちと一緒のはずだったんだが、予想外に嵐がひどくてね。私たちのボートに乗せてやれなくて。ああ、言っておくが、お前のお父さんも無事じゃぞ。お父さんが？そうですか、よかった。苦労させてしまったな。いや、不安だっただろうな。まあ、私はお父さん無事なのを知ってるからさ。いえ、いいんです。もう済んだことですし。それに。それに？いろいろといい思い出をたくさんいただきましたから。そうか、ならよかったわ。では合宿所に行こうかの。はーい。そうじゃな。跡部と手塚にも事の顛末を知らせんとな。手塚さん、やってくれましたね。というわけだ。ここはスキップできないんだ。少々腑に落ちないところがあると思ってはいたが、見事に手玉に取られたな。まったく手塚も人が悪いな。そうだそうだ。すまん。ことの性質上みんなに話すわけにはいかなかったんだな。まあ、まあ、でも結構多分ね、なんかおかしいなって思ってる人たちいたと思うよ。気にするなよ手塚。わかりやすいし、お前が俺たちのことを思ってやってくれてたことはよくわかっている。そうか、すまない。いろいろあったけどみんな無事にこうしているんだし、もういいじゃないか。そんでこの合宿はこの後どうするんですか？メンバーがこぞって出てくるが。予定より早くってのは、本来の目的は達成できた。あとはこの島で残り2日強化合宿を行う。強化合宿？まだサバイバルを続けるのか。いや、明日の朝食料や練習道具を積んだ船が到着する。食料の心配はしなくていい。でもさ、コート、これいつも思うんだけど、コートって1面しかないんじゃないの？
どっかにあるのかな。そいつはありがたいっすね。テニスコート。はい。お前と辻本には明日その船で帰ってもらう。え？お前にはいろいろと苦労をかけたが。まあっていうか、まあ普通に当たり前のことだよね。今まで手伝ってくれてありがとう。いえ、私たちこそいろいろと助けてもらって、その、そっか、帰っちゃうのか。それじゃあ少し遅いけど今から送別パーティーをやらないか。大石ちゃんたちって言った後に大石が出てくるの面白いな。おお、大石いいこと言うじゃん。やろうやろう。そうだな、あまり遅くならないようにするならいいだろ。優しい、手塚さんが優しい。よっしゃ、決まりだな。まあ、なんか画面が残ってる食いもん全部食べちまおうぜ。画面がチカチカする、ごめんよみんな。よし、では何か料理を作ってこよう。あー、立花さんの手料理拭いて。先生方にもらった食材がある、それを使って構わない。おお、それなら腕の振るいがいがあるな。俺も手伝います。あ、私も。お前はいいって、お前のための送別パーティーなんだからよ。ごめんね、ちょっとインコちゃんがなんかご機嫌だそうですか。ほな、パーティーの準備にかかるか。あれ、どうったの？楽しくない？いや、楽しくないことないですよ。あ、いえ、そんなことは。じゃあ楽しもうよ。明日にはお別れなんだから。そうですね。いや、ほんといろいろ楽しかったよね。はい、エイジさんと一緒だと時間があっという間に過ぎていったみたいで。うん、俺も。エイジ、そろそろ花火が始まるらしいぞ。さあ、エイジは花火が鳴った時に何て言うのか。あ、アトベの花火が？アトベの花火なんかアトベの花火って言い方面白いな。え、何ですかそれ。アトベが花火を用意したんだって。粋なことするよね。派手好きだからね。もうすぐ打ち上げるって。目玉は三尺玉だそうだ。かなりの大型だな。あの人やることがいちいち派手っすよね。本格的な打ち上げ花火なんですね。うん、楽しみ。お、始まるみたいだぞ。たまやって普通に言いそうな気がするけど。わあ、たまや。あ、やっぱりたまやって言った。あ、でもここで一番でかいところで言うんじゃないんだ。綺麗。すげえ、やるじゃん、アトベ一番でかいの来ますよ。かぎや。いやいやいや、待って、意味やからえ、どういうこと？かぎや、初めて聞いた。かぎやって何です？ん？知らないけど、花火見るときそう呼ばない？玉屋は知ってますけど、鍵屋って初めて聞いたよ。終わっちまったか。いや、もうちょっと鍵屋について触れてほしい。さすがに最後のは大きかったな。そうだ、最後にみんなで記念写真を撮ろうよ。まだフィルムは余っているし。そうだな、それもよかろう。いや、真田が賛成するの面白いよねここで、あ、真田がそれ言うんだみたいな。じゃあみんな前に出てきてよ。あえ、これあれかな、あの4人で撮るのかな。それじゃ撮るよ。はい、いいっすよ。行くよ、そのままじっとしてて。おお、なるほどね、やっぱりこのメンバーになるんだ。
いつもの集合写真と違って人数が少ない。いやー、ついに終わってしまった。8月1日の行動が。いや、ちょっと途中から、うちの、まあ今もなんだけど、うちのインコちゃんたちがちょっとご機嫌に泣いてて申し訳ないです。この子たちね、声が大きくてさ、どこの部屋にいても結局音入っちゃうから、まあ諦めてるんですけど、まあ BGM 程度に思って聞いてください。さあ、次回は、残りの告白を、だけだね。告白受けて、あとは、取り逃したちょっとキーワードを回収して、それを見て終わりになると思います。じゃあ、ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。